こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日は前回のイギリス風景刺繍コテージの刺し方に続いてコテージガーデンの刺し方をご紹介していきます。図案を書き足しながら刺していこうと思います。まずこの枠の直径なんですが約10センチです。この中に書いていきます。まずはこの辺りからこう道を描くんですね。小道。ガーデンの中の小道です。そして、ここにコテージ。そしてここにこの木の柵を描いていきます。で、ここに鳥の巣というか巣箱ですね。そしてこの辺りにバラのアーチ、でこの辺りに、これもバラのトレリスですね、バラをこう絡ませるもの。まず図案はもうシンプルに。でここ鳥の水飲み場。でここちょっと忘れてました。ではシンプルにこんな図案から始めていきましょう。ちょっと図案のアップにしますね。はい、では始めていきたいと思います。ではまずコテージのこの壁の部分から。今回はもうドアも刺しません。もうただ壁をサテンステッチで刺していきます。壁のところにもうドアも窓も描いてないのですが、植物に覆われた感じで遠くの方で見える感じに刺すので、この壁のところにも草を後で刺すんですね。なのでもう適当で大丈夫です。では刺していきます。はい、壁の方刺してきました。はい、では今度焦げ茶色の3本取り。これで屋根のところをまたサテンステッチで刺していきます。もうロング&ショートじゃなくって縦にサテンステッチで埋めていこうと思います。はい、刺してきました。そしたらこの煙突は横にサテンステッチで刺していきます。では今度この窓枠のところを刺していきます。アイボリーの2本取りです。まずは10時に刺します。そして枠を刺していきます。はい、それではこの木製のフェンスを刺していこうと思います。少し明るめの茶色、2本取りです。まずはこの横線の方から刺していきます。サテンステッチで刺していきます。端っこきれいに揃ってなくても後でこの縦線で刺していくので大丈夫です。ちょっと図案より太くなってしまいましたが、まあこれぐらいだったら大丈夫と思います。はい、横の方刺してきました。そしたら今度、みんな同じ刺し方なのですが、ここの尖った部分ですね、ここから始めていきます。ロング&ショートステッチで刺していきます。三角屋根みたいになっているので、少しずつ下がっていきながら形作っていきます。こんな風に下まで埋めていきます。はい、ここまで刺してきました。では、窓枠で使ったオフホワイトの2本取り、それを使ってここの部分を刺していきます。ロング&ショートステッチです。こちらと同じ刺し方ですね。ちょっと細いですけどね、今度は。少しずつ下へ刺し進めていきます。はい、刺してきました。はい、では優しい感じの黄色2本取り、この巣箱の本体の方を刺していこうと思います。サテンステッチです。そしたらこの下の部分は横に、2本ぐらいステッチを加えます。はい、次はベリー色の3本取りです。これでこの巣箱の屋根の部分を刺していきます。もうそのままストレートステッチで。で、1本ずつだとちょっとこう薄っぺらいので、2回ずつぐらいかな。こんなもんですね。はい。で、このてっぺんのところに、ちょっとこうなんかハートっぽい感じの飾りをつけたいので、こんな風にして、もうちょっと加えます。はい、こんな感じで。はい、ベージュの2本取り。この壁と同じ色なんですけども、この中に、2本ぐらい斜線を入れていこうと思います。ちょっとこう影になってるよっていう、雰囲気だけですね。と斜めに。はい、こんな感じでいいです。はい、またアイボリーの2本取り。これを使って、このバラのアーチ、アウトラインステッチで刺していきます。一重ではちょっと頼りないので、もう一重刺していこうと思います。この辺りでクロスさせて、今度内側から刺していきます。はい、アーチの方刺してきました。そしたらこのアーチに少しバラの花を加えていこうと思います。もう適当です。ピンクを2色使って刺していこうと思うのですが、6本取りで刺していきます。1、2、3。30巻きのフレンチノットステッチです。1、2、3。ふんわり巻くと大きめの花になるので調節してみてくださいね。1、2、3。それでは残りの印のところ、もう少し薄いピンクで刺していきます。このように刺してきました。はい、今度は3本取りの緑。これで葉っぱを刺していきたいと思います。葉っぱは、この空いているところに適当に刺すのですが、レゼーデージーステッチで刺していきます。今直接刺していってますけど、ちょっと刺しにくいと思ったらペンで棒を描いて、それに沿って刺していってください。ちょっと描いてみますね。こういった空いているところにこう描いた方がいいですね、やっぱりね。刺しやすいですね。ズボラだからついついそのまま刺してしまうんですけども、こうやってはい、こんな感じで刺してきました。はい、薄いグレーの2本どりです。これでちょっと分かりにくいんですが、ここにバードバス、小鳥の水浴び場みたいなものをちょっと書いてるんですね。何かあるなぐらいでいいので、こうやって2つ3つこうステッチ3本ぐらいこう横に入れて、で縦に2本ぐらいにしときましょうかね。ちょっと何かわかんないけど何かあるぞって感じで、まあ何かあるなぐらいの感じで刺しておきます。はい、次アイボリーの2本どり。まあここで使った色ですね。これでよいしょ、ちょっとつる性の植物をはわしているようなものなんですが、これも遠くにある感じなのでもう適当でいいんですけども、こんな感じに刺しておきます。上の方ちょっとこう飾りがある感じで、ちょっとポイントつけておきますね。はい、これで、そしたらちょっとこう横にも線を入れておきましょうかね。あってもなくてもあんまりわからない程度ですけども、はい、こんな感じで。はい、くすんだグリーン1本どりです。ここになんかつる性の植物がこうあるなって感じで、遠くにあるイメージなのでもう適当でいいです。これもちゃんとこう絡んだような状態になってなくてもいいので、こうやって少しずつグリーンがあるなって感じにストレートステッチを加えておきます。適当でいいですよ。はい、もうこんな感じでいいです。薄紫の2本どりです。まあ、クレマチスかなんかのイメージで、ここにこう十字架っていうかすごく小さいので何を縫ってるかわかんない程度ですが、まあプラス模様みたいにいくつか刺しておきます。これも何かあるなぐらいのイメージで大丈夫です。はい、できました。はい、明るめのグリーンの2本どりです。これで、はい、こちら側もこう線書いてあるんですが、こう2本。こちら側こういろんなお花をこう後で刺していくので、こちら側の線のところに沿って、まあ、芝生みたいな感じで、たくさんこう、短いストレートステッチをもうまるでこう芝生があるような感じでどんどん刺していきます。こう V の字にしてもいいし、まっすぐ短いステッチを並べていってもいいですし、まあ、自然な感じでこう綺麗に平行に並んでいるのではなくって、気楽に刺していってください。こんな感じでですね、この線のところに沿って加えていきます。で、少し遠近感出したいので、ちらの方はすごく短くって、だんだん手前に来るほど、もう少し長めに刺します。はい、だいたいこれぐらいにしておこうかなって思います。結構初心者の方にしたらこう手間がかかる図案なので、2回ぐらいに分けて動画にしようと思っています。今日はこの辺で終わりにしようかなって思います。で、この草なんですけど、この辺りはこの線に対してこう直角に刺していっているんですが、ちょっと手前はだんだんこう斜めに刺しています。もうあんまりきっちりとした図案を描かずに、簡単な図案、花の数とか草の数とかも自由にアレンジできるので、それぞれが個性的なものが出来上がるんじゃないかなって思います。楽しみながら自由に刺してみてくださいね。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。イギリス風景刺繍コテージガーデンパート1の終わりです。それではまた次回お楽しみにしてください。では失礼します。さようなら。